クローズガードを捕まえたら襟を出して、逆手で相手の襟を持ちます。腕は必ず上からではなくて下から差し込むようにして襟を持ってください。引っ張りながら手首を返すとうまく首が締まらないので、首の後ろにスペースができるように手首を返すスペースを作った上で手首を返します。で、相手の頭が自分の胸元に来るように引きつけて相手の首を締めてください。